わくわくチャンネル始まるよ。イエーイ。今回3本目の動画になります。1本目は紹介動画で、2本目なんとココナコ先生ということで、皆さんどうでしたか？ココちゃんね、初めての出演頑張ったね。先生役をやらせてもらったんですけど、ちょっと偉そうなこといっぱい言って素晴らしい経験をさせていただきました。感想の師匠にできたね。素晴らしい。クロさん、ちょっとあの最後ね、そう、なんか1本目の誰が演技に使われるかっていう話で、だからまさかのココちゃん思わず笑っちゃいました。真剣にやりすぎて笑ってることを知らなくて、何の謝ってるのかなって思って、 YouTube 見たら笑ってるからしっかり入ってたもんね。そうね、ホケ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 。新オープニング、冒頭からワクワクさせるのだ。イエーイ。 YouTube ではやっぱりオープニングがね、大事になっていくので、そうだね、みんなで考えていこうという企画になっておるんですが、はい、どうですか、うん、やる気は、うん、ありがとうございます。気合十分だね。うん、それぞれグループとか人によってやっぱりオープニングが違うので、うん、自分たちも作りたかった。めちゃくちゃYouTube する上で大事やね。そうね、うん、はい、これから10個の効果音を流していただくので、皆さんよく聞いていただいて、はい、いいですか。はい、それでは1つ目お願いします。これを使うことによってね、わわわわ系だけどね。次、2つ目を流していただきます。どうぞ。おやおやおや、好きですね。大好きな音でございます。思った、さくらちゃんっぽいなって思った。ぽいぽいぽい。それでは3つ目流していただきます。どうぞ。意外とココちゃんがやってそうな、うん、かわいい、ラッパで、いいね。それトロンボーン。それでは4つ目いきましょう。どうぞ。おクラさん、クラさん、ちょっと待って、始まるオープニングにもう終わっちゃってる。新しいよね、この終わるっていう最初のスタイルで。いい。それでは5つ目お願いします。なんか ありそう。クイズ番組。私通販やと思う。テレビショッピングみたいな。確かにそういうノリでちょっとやるのあるね。そういいかも。次、6個目お願いします。好きですね。私和風すごく好きなので、こう見ている方を聞かせるような、こうリラックスムードを漂わせる雰囲気にさせますね。これは漂わせて、でもうるさいよ。ギャップでした。ギャップ。それでは7つ目お願いします。かわいい。ココちゃんっぽい。ココちゃんっぽい。めっちゃかわいい。お気に入りになりました。早い早い早いよ。それでは8つ目お願いします。どうも。漫才漫才みたいな。次、9つ目お願いします。なんか最初から勝てなくマーク浮かべそうよね。エルちゃんっぽい。あのエル、正直今これ使おうかなと思った。やっぱりお似合い。お似合い。じゃあ最後ですね、うん、10個目を聞いていきましょう。どうぞ。よっ。すいませんすいませんすいません。あー、すごい。これもさくらちゃんっぽいけどね。わっしょいわっしょいって言ったら、ワクワクのエンジンがありますよね。あー、入ってるよ。じゃあ見ている方にちょっとやりますか。やりますか。その場に、その場に、その場に、はい、じゃあ行きますよ。せーの、ワク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 わっしょい。これです。なんか親近感あったね、わっしょいっていう単語がね。確かに。最後にワクワクっぽいのが訪れましたね。そうだね。でもいろいろ作ってみよう。それではレッツゴー。はい、じゃあ誰からやっていきましょうか。やりたい人手を挙げて。
ていうやつ4番目だね。オープニングに終わったんかいって感じ、うん、これをうまく活かして最初にわーってガチャ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 じゃんじゃん、はいワクワク始まりました的な、ちゃんちゃんのうまいことを活かす的な、いい、ね、え、ちょっとちゃんちゃんやってみてくれません？私だけでやるの、うん、なんで、まあ、お手本を見せてもらおうかな、うん、お願いします、お願いします、うわー流してくださいよ、はいはい、私より滑ってる。じゃあ待って、これはそう、あの面白さじゃなくてシンプルだから、まあ又吉さんが滑ったということで、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、コペタ、あ、私もココちゃんが早かったから、ココタ、はい、私はちょっと可愛く、あ、さすがだね、可愛くいこうと思います、はい、何番でしょうか。7番のマリンバでお願いします。ワクワク、かわいい、かわいい、さすが、さすが、かわいい、これさ、松藤さんできないから、できない、やってみる。3、2、1、バカくん、はい、きついですね、きつい、きつい、え、いつもね、クラさんでしょ、たぶんこれきつい、きつい、クラちゃんやってよ、2、1ぜひ絶対見てください。以上ワクワクチャンネルでした。